第3試合、龍吉対ブラックタイガー・ベオ。さあ、おっ、接触しましたね。ブラックタイガー・ベオは昨日は初心者の子供と相手して、はい、なんですけど、見事に負けました。いや、当時に来た小学生、見事に戦ってました。おお、見事なんです。はい。さあ、見事な攻撃で。今日は萌えが戦いです。そうですね、非常に人かなり投入してるかのような動きですね。素晴らしい動きだと思います。ブラックタイガー・ベオ、おこれで攻撃を一つ避けた龍吉。あーだーわーわー、はい、さあ、ツーだろう、後がない龍吉。さあ、どう出るか。一方、ブラックタイガー・ベオ、敵を探しているのか、展開をしています。今の AI マッチョのロボットでは一番完成度が高いんですけど、ね、まあ変わらなければいいので誘導は全然 OK です。はい、じゃあ、ね、誘導しようと思った。変な方向を使っているか、あんまり人を近づかないでください。人の攻撃であるので、はいはい、まあ、ちょっと当てるためにちょっと介入はさせていただきますが、基本的にはノーカットでいきますので。さあ、補足できるか、龍吉を。さあ、龍吉、お、補足したような、おー、もう一回見てる、ブラックタイガー・ベオ。さあ、一方、龍吉はもう、後がないので、攻める、どうやって攻めるか。さあ、で、お、ワン、ツー、スリー、フォー、はい。さあ、ユキツーツーダウン、ブラックタイガーネオワンダウン、ノンダウン。ということで、これ両者ダウンで、ユキツーがスリーツーダウン。